皆さんこんにちは、ミラクルです。ということで、今回も年番人間なるビジョンやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、またリクエストでテンペスターをアタッカー一人だけで倒してくださいっていうリクエストが来たので、今回ですね、まあいつもずっと使ってるアタッカー だと思うんですけど、そのアタッカーに、まあ、火力をガン詰みってないんだけど、まあ攻撃倍率が上がったりするものを大量に入れて、今回ゴーストとか反射を、ね、入れた上っていう感じの装備でね、今回テンペスターちょっとね、倒していきたいかなと思います。でね、このね、ここまで来るのにちょっとだけね、いろいろなんか長かった。お湯入りの夜間をなんか取って、なんか地底人を溶かすみたいなやつがあったり、なんか、地底、あの、連覇に 8体を倒すみたいななんかやつもあったんで、ちょっと時間かかったんですけど、まあ、多分テンペスターもね、落下してて、この装備乗り切るんじゃないかなと思ったんで、この装備でやっていきたいと思います。行きましょう。さあ、やってみますか。じゃあ、頑張って。そうね。OK。あ、これは全然。回復すんの？マジか。お。ああ、これね。ダイヤモンドラスト。すごい。あ、これ別にね、そんなに効かないんで。氷のバリアで守られてる。これでも攻撃できない。あ、あんま効かないか。これ使った方がいいかな、氷のバリアとか。溶かすやつ。どうだろう。とりあえずやってみるか。これ。あえてでも氷のバリア割れないで倒してみるか。あえて。あー、でもあんま効かねえか。この穏やかな風ってのが見たいね。氷の場で壊す？これね、火で壊せる気がする。壊せる気がするって調べたんですけど、火の力ね。火で確か壊す。これ違ったらごめんなさい。多分ね、もっと調べてよかったのかもしれないけど、まあいいや。そんなにね、メインステージ16なんで、まあいけんだろうと思ってやってるんですよね、今回。お、溶けた溶けた。おし、あ、強っ。絶対にした方がいいじゃん。バリア。割った方がいい。バリア割らないのはちょっと見事だった。そうか。あ、もうこれ来たねんだ。もうあと少しじゃん。ああ。もうあと少しだよ。あ、火の力聞いたかった。でももういける。はい。倒した。ナイス。はい。てな感じで、いかがだったでしょうか。まあ、今回のテンペスターアタッカーしてるだけで、倒すっていう感じだったんですけど、まあね、やっぱ氷のバリアだっけ、割ればね、まあ、簡単に倒せるので、火の、そう、グラブとかなんかつけて、まあ、まだメインステージクリアしてない方はね、グラブつけて、そのまま火属性で攻撃すれば、まあ、多分簡単に勝てるんじゃないかなと思いましたね。はい。それでは、それではね、リクエストね、まだまだ募集してますので、電波に NRB ジュリーのリクエストでやってほしいことありましたら、ぜひぜひね、コメント欄に書いてみてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。